この番組は服部区長の2月上旬から3月中旬までの動きをダイジェストでお送りします。2月2日服部区長が東京芸術大学の卒業・修了作品展を訪れ、台東区長賞・台東区長奨励賞の受賞者と作品を前に交流しました。台東区では若手芸術家の育成支援を目的に、東京芸術大学の優秀な卒業・修了作品の制作者にこの賞を授与しています。こういう構図っていうのはずっと今までもやってらっしゃったんですか？この作風というか、淡い色というかこう、はい、色合いは自分は結構白いちょっと中間色をよく使うことが多いです、うん、いろんな解釈をそのまま受け入れられるような画面にしたいなと思いながら制作しました。全日本中学野球選手権大会2月21日台東区役所で台東区文化スポーツ奨励賞表彰式が行われ、スポーツで優秀な成績を残された2名の方に服部区長から表彰状が授与されました。おめでとうございます。高校野球でもね、ぜひ、頑張ってください。まあ、大いに期待をしています。本日は誠におめでとうございました。おめでとうございます。飛び魚杯の全国少年少女水泳競技大会で活躍をし、輝かしい結果を残されました。今後さらなる活躍、これまた期待してますからね、大いにまた健康に留意して頑張ってください。ではおめでとうございます。3月4日令和6年能登半島地震被災地支援として、服部区長が区から派遣する職員の激励式を行いました。ぜひ現地の方に寄り添ってですね、発行業務に全うしていただけるよう、そしてまず自身の健康に十分留意をいただいて、頑張って、来てください。被災者の方に心寄り添いながら、輪島市での業務に尽力してまいります。3月9日上野の森美術館で行われた台東区障害者作品展森の中の展覧会表彰式での服部区長です。今回の展覧会には昨年を上回る254作品が出展され、まあ、いずれも個性ある魅力的な作品が展示をされています。ご来場の皆様には、作品に込められた作者の熱意や感性を感じていただき、障害のある方への理解を一層深める機会となれば幸いです。3月16日服部区長が令和5年度スターの手形顕彰式および第40回浅草芸能大賞受賞式に出席しました。ここ台東区浅草は演劇、落語、漫才、講談、映画など日本の近代芸能史の中心地として大衆芸能を育み、数多くのスターを輩出をしてまいりました。今後も本区の魅力を十分にお楽しみくださるようお願いをして挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。